タバタテルキはビーチサッカー選手。以前はサッカー選手としてアルビレックス新潟、カリユシ FC、FC 琉球、静岡 FC に所属し2005年引退。その後はビーチサッカーに活動の場を移す。2016年11月9年在籍した東京レキオス BS を退団し2017年4月、ビアティン・ミエ BS に所属監督兼選手を務める。 フィファビーチサッカーワールドカップに8度出場。ビーチサッカー日本代表ではフィールドプレイヤーとしては初めて国際 A マッチ100試合を達成した。2020年時点ではビーチサッカー日本代表の国際 A マッチ出場数最多記録保持者。2020年7月ビーチサッカー日本代表コーチに就任し代行監督も兼務へ。鹿児島実業高等学校では 高校選手権。高窓の宮杯、インターハイ、国民体育大会選抜。元サッカー、日本代表の遠藤康人とは、同級生。高校卒業後の1998年にアルビレックス新潟へ入団。ベルディ川崎とのチャレンジマッチ98がデビュー戦となった。その後の試合からスタメンをダッシュして、トップチームに定着した。1999年7月から、 かかとの痛みが引かず、インステップでボールを蹴れない状態。シーズン途中の手術に踏み切り右かかとの手術を受けると、アキレス腱の中間にある三角骨障害で、胴骨の一部を削る。手術は30分ほどだが、リハビリは約3ヶ月。スタメン出場の FC 東京戦と時節のバンフォーレ甲府戦の36試合中2試合のみ。それ以後の出場は、 山崎ナビスコカップの柏レイソルとの2試合だけと1年を過ごした。1998年に引き続き、新潟はオフシーズンに大量解雇をしたが、その中に田畑の名も入っており、戦力外通告となった。2000年かリ UCFC 入団。社会人選手権、国民体育大会選抜、ビーチサッカー世界選手権、欧州大会ポルトガル遠征。 九州リーグ全勝。日本フットボールリーグ昇格をかけた全国地域サッカーリーグ決勝大会では初戦敗退。この年に右膝前十字人体断裂、選手生命を危ぶまれる大怪我をしたが手術とリハビリのかやって完全復活を果たす。沖縄県三部リーグからスタート。全勝し飛び級で一部へ昇格。チーム発足時の一人である。 全国地域サッカーリーグ決勝大会出場のため、レンタル移籍。2007年ビーチサッカーチームレケオス FC に入団。キャプテンを務める。全国ビーチサッカー大会3連覇。2010年準優勝。2009年の2月から東京にも進出。チーム名も、東京レケオス BS に変更。2010年全国ビーチサッカー大会は目標に。 してた4連覇を果たせず準優勝。翌年、2011年全国ビーチサッカー大会は優勝し王者に返り咲く。この大会では得点を量産し得点王になっている。全国各地のイベントや大会に呼ばれビーチサッカー教室、サッカー教室の講師としても活動している。またビーチクリーンなどの活動を通じてエコ活動にも積極的に取り組んでいて。 NPO 法人グローバル、スポーツアライアンスのナビゲーターも務める。2011年3月第1回、ビーチサッカー世界クラブ選手権で優勝し、世界一となった CR バスコダガマからオファーが届く。2011年5月第1回 COPA、ブラシル2011モネスコーは、バスコダガマのメンバーとして、日本人初の出場を果たし、準優勝に貢献。チームメイトには、 元ブラジル代表のエジムンド、ビーチサッカーブラジル代表のジョルジーニョなどもいる。2012年5月ビーチサッカー日本代表でブラジル遠征の際、第2回ビーチサッカー世界クラブ選手権に出場する AC ミランの練習に参加。2017年4月ビアティンミエビーチサッカーチームを発足。ビアティンミエ BS では監督兼選手を務める。2020年7月、 ビーチサッカー、日本代表のコーチに就任、代行監督も兼務。JFA 心のプロジェクトでは、夢や目標を持つことの素晴らしさ、それに向かって努力することの大切さ、フェアプレーや助け合いの精神を子供たちと語り合い、触れ合いながら伝えていく、夢先生として、社会貢献活動も行っている。2007年にビーチサッカーを始めて3ヶ月で、ビーチサッカー、 日本代表に招集。デビュー戦の中国戦では、ハットトリックを決める活躍。その後は、ビーチサッカー、日本代表に入り続けている。2009年 FIFA ビーチサッカーワールドカップでは、ヨーロッパ王者のスペイン戦でゴールを決めるなど活躍。予選では得点ランキングに名を連ねている。7度の FIFA ビーチサッカーワールドカップに出場し、 ワールドカップでの試合出場数は最多の24試合である。2017年 FIFA、ビーチサッカーワールドカップバハマ大会初戦のポーランド戦で代表国際 A マッチ100試合を達成し、ビーチサッカーでは GK に続いて2人目、フィールドプレイヤーとしては初である。2011年東京レキオス BS、監督兼選手、2017年ビアティン・ミエ BS、 監督兼選手、2020年ビーチサッカー日本、代表高知県代行監督、ありがとうございます。